こんにちは、えりこです。もえみんです。本日はですね、なんと念願のパーソナルカラー診断をしていただけることになりました。ずっと憧れだった、うん、ね、パーソナルカラー診断、本日診断をしていただく似合わせコンシェルジュの清香さんです。似合わせコンシェルジュの清香と申します。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。お二人のパーソナルカラーを診断していきます。私たち結構真逆なタイプだと思っているので、そうなんですね、はい、どんな結果になるか楽しみです。はい、じゃあ早速お願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあまず私から診断してもらいます。自分では予想は何ですか？予想はイエベ春、おースプリングです、うん、グレープから当てていきますね、はい、あ、かわいい。これがスプリングのイエベ春の色です。で次がブルベ夏サマーの色です。でその次がオータムイエベ秋の色です。でこれがウィンターブルベ冬ですねの色味です。はい、で見てるのはお顔の張りとかツヤはどうか、小顔効果があるかっていうのと、瞳の輝きが増してるかどうかとか、うん、そういうのを見てます。あんまり分からない、素人目じゃ分からない多分ね、ずっと見てると分かるようになってきます。でスプリングの布を当てた時にすごいね、私的になんかお肌が一番血色がよく見えて、で透明感がすごい出るんですよ。可愛さが引き立つし本当お肌が一番明るく見える感じで、次サマーの布を当てるとこれも可愛いんです。雰囲気には似合うけど、なんかチークかリップ足したくなる感じしませんか？確かに、なんか血色が引かれちゃってるっていうか、はいはいはい、ちょっと青白っぽく見えてしまう。次がオータムの色です。でこれも悪くはないんですけど、ちょっと黄色すぎちゃうかなっていう感じがします。色が強い、あ、そうですそうです、木くすみをちょっと起こしてる感じがしてます。これがブルベ冬のウィンターの色なんですけど、これちょっと色が強すぎますね負けてる感じが、負けちゃう感じが、あと口周りに影ができてしまう感じ、クマがないのにクマっぽく見えちゃうっていう感じ。あ、確かに。でもう一回スプリングに戻ると一番お肌がツヤツヤで生き生きして見える。すごい、全然違うね、ツヤが本当一番綺麗に映える色ですね、うんうん、次ブルーです。はい、イエベの人って基本ブルーの色あんまり得意じゃないんです、うん、だけど最初に当ててるのこれスプリングの色なんですけど、全然顔色いいですよね、うんうん、なんかチークもリップも足さなくてもこれだけで全然外出れるし、なんかツヤがある、うん、可愛い感じの雰囲気が活かせてる。でこれはサマーの色、これも悪くはないんですけど、やっぱもうちょっと血色感が欲しくなっちゃう感じ、青白っぽく見えちゃうんですよね、うんうん、で次がこれがオータム、これもやっぱ気ぐすみするのと、うん、フェイスラインがどんよりしてる感じがちょっとあるかな。なるほど、ウィンターの色やっぱ色が強くて影ができちゃうのがもったいない。うそうですね、フェイスラインの影がすごい、色に目がいっちゃいますね。そうそうなんですよ、すごい真っ青な人が来たなっていうこのトップスを着てたら。でスプリングに戻るとやっぱ一番ね、ブルーの中でも本当だ、うん、すごい血色感がすごいよく見えて、で目元も強調されるし、これが一番いい色ですね、似合う。すごいブラウンの服をたくさん着るので、あー、そうなんですね、ちょっと気になります。ブラウン、これもスプリングか、はい、あー、かわいい、マロンこれで次がそのままで、あー、やっぱりちょっと血色が引いちゃうな。特になんか口元具合悪いかなみたいな、うん、これがオータムで、かわいいけどやっぱスプリングの方が透明感とかツヤが出てたかなって感じ、うん、
を変えたいなら全然これもありですよ、うん、これがウィンター、やっぱなんかちょっと髪の色味とは違うな、ね、やっぱ最初の王道な茶色って感じが、うん、すごいこの色も可愛いけど、うん、リップとかチークを足すんだったらこれも全然あり、うん、へぇー、すごい、楽しい楽しい ね、 ね、ウェディングドレスの色とかもそう、あ、なるほど、確かに、なるから、これがちょっと黄色みのある、うん、あのアイボリーの色味ですね。ね、これを当てた時の透明感がすごい艶感も、うん、これがサマーの色で、もうちょっと青みがさっきのプラスされる感じ、うん、これだとちょっと血色感がやっぱ引いちゃいますね、うん、これがオータム、ちょっと黄色いな、これは、うん、本当は肌も黄色くなかったのにちょっと黄色く見えてしまうんですよね、これ、うん、で、これがウィンターの、これが真っ白の色ですよ、もう合う人は本当に合うんですけど、まあ、大体これ難しいですね、こんな真っ白だとやっぱ浮いちゃう感じが、うん、これが一番生き生きしてツヤツヤで血色よく見える、うんうん、これからの時期ブラウスとかはちょっとこういうアイボリー系の方が、絶対似合うと思います、アイボリーの方が、これピンクレープめちゃくちゃ気になるアクセサリー普段何色、普段はゴールド系です。ああそうなんだ、絶対似合うと思う、ゴールドを当てるとこんな感じで、あ、やっぱ似合いますね、血色がすごいいい、ツヤも出るし、うんうん、目もキラキラして見えるし、うんうんうん、ちょっとシルバーに変えますね、これにすると、あ、やっぱちょっとフェイスラインがね、くすむっていうか影が出る感じ、これで比べてみると、あ、うん、やっぱ目力が出る、全然違う、こっちの方が似合う、でもさっと、血色が引かれてしまう感じ、やっぱゴールドな、すごい、うん、こうなんか耳からぶら下げてるって考えたら、あのピアス、アクセサリーをやっぱゴールドの方が映えてる、まあ、きれいめでいくならこっちシルバーもありだとは思うんですけど、やっぱ馴染んでるのはこっちかな、最近シルバー系のアクセサリーにちょっと興味が出てきたんですけど、そういう前はやっぱりなんかリングとかバングルとかでシルバーを合わせる分には、顔から遠いってこと、顔からちょっと遠い方が、全然いいと思いますよ、なんかシルバーの方がやっぱ大人っぽい雰囲気は出せますよね、綺麗な感じ、とかそういう雰囲気を出したい時は全然ありです。私もスプリングなんですけど全然シルバー使う時もあるんですよ、ただメイクはイエベのまま、なるほど、スプリングのままで、でシルバーのアクセサリーをちょっと合わせて、なんだろう、ちょっと大人っぽくしたいなみたいな時に合わせたりします。なるほど、だから全然使っちゃいけないってことはないので、あ、よかった全然つけたい時はつけてほしいです。ベストカラーをじゃあ見てみますか。ベストカラー、ベストカラー、このドレープ全部スプリングさんに似合うドレープ、ちょっと重たいんですけど、レッド、赤系だったらこういう赤がいいですよっていうと、あと、ね、仕事とかで着てどうしてもグレーを着ていかなきゃみたいな、きれいめにしなきゃみたいな時はちょっと黄色みのあるグレーとかだったら、あの、まだいいです、こっちの方が。もっとね、青みのあるグレーだと本当に血色感が引かれちゃうので、でこういうなんか一見派手かなっていうブルーもスプリングさんだからいけるんですよね。スプリングさんだけど明るい色が得意なスプリングさんですね、特に明るい色、なるほど、なるほど、スプリングさんが似合う色の一覧がこんな感じなんですよ。だいたいこの色全部いけますね。物によってはそのさっき言ったようにオータムの色もいけるし、でもうちょっと血色感リップとかチーク足せばサマーの色でもいける色味もあったし、これ着たいと思った色はぜひ着てみてほしいです。はい、わかりました。はい、はい、で1個質問いいですか。はいはいはい、なんかやっぱりメイクの時に春とか秋とかのメイクをするんですけど、たまになんかそのサマーっぽい色味のメイクもなんかしてみたいなって思う時もあるんですよ。そういう時ってワンポイントを変えるんじゃなくて、全体をもう、なんて言ったらいいんだろう、全部をサマー
の色に持っていった方がいいのかっていう、はい、どこからこう挑戦していけば、やっぱねちょっとずつがいいと思います。全部をサマーにすると本当多分もともと持ってる色がスプリングの色味だから、なんか髪色と合ってないから浮いて見えちゃったりとかするので、ワンポイント取り入れることからでいいと思います。うん、例えばアイシャドウは今日はサマーでいきたいみたいな気分だったら、まあ、アイシャドウはサマーの色味を使って、で、あとはスプリングの色味でこうチグハグ感が出ないようにしてあげるとか、顔の中での違うタイプの色味を使う時のチグハグ感の出ないポイント、私はよくやるのがパレットを並べます。ここに並べて隣にこう使いたいサマーの色味持ってきて、あ、いけるって思ったら大体いけます。あ、なるほど。ここで見ちゃう、なんか違うなと思ったら顔に塗ってもなんか違うなっていう感じがそのまま出ちゃうので、一回手元で並べて合うかなっていうのを見てあげるのもいいと思います。めちゃ勉強になる、ね、すごいな。よかったよかったです。ありがとうございます。はい、はい、こんな感じで、次萌ちゃんも診断してもらいます。これがスプリングの色。スプリングの色ってね、大体みんな血色よく見えるんですよ。でも本当にスプリングさんの時って血色の良さだけじゃなくて、お肌にツヤが出て黒目も生き生きしてっていう、すごい透明感も上がるしっていう変化が強いんですね。サマーの色、サマーの方がまだちょっとツヤと透明感が出るかな、ちなみに自分的にはパーソナルカラーなんだと思ってますか？自分的にはサマーなんですけど、だいぶ前学生時代に診断してもらったらミーターだったんですよ。どっちかなってブルーベースってことですね。じゃあ、はい、オータム、黄色い、オータムではないんだなっていうのが分かりますね。はい、色も悪くない。あー、分かる気がする。確かに。あー、ウィンターだと結構引き締まる、全体的に引き締まる感じがする。確かに、あったな、くすみが効いていた気がする。失礼します。これがスプリングの色、まあ、悪くはないですね。悪くないけどちょっと物足りないっていうか、ぼやっとするというか、フェイスラインの引き締まり方がちょっとね違うかも。ブルベさんなんでしょうね、すっきりする。こっちのがすっきりしてる、で、ツヤも出るし、しかもウィンターかサマーか、やっぱオータムは違うな。だ違う、影が出ちゃうし黄色くなっちゃうし、重たい感じがする。はい、あ、この色でも負けないの、やっぱりウィンターさんかな。ウィンターかな。どっちにも良さがある。なんかね、血色感がね、ウィンターの方が血色感が出る。そうですよね、血色が出る。で、肌が引き締まる。あ、本当だ。血色が違う。結構に見えるんですよね、こっちにすると。サマーもいける、ウィンターさんって感じがする。ああ、なるほど。これは万人受けする色なので、悪くはないです、全然。もうちょっとなんか欲しいなってなっちゃう。サマーの色、これもすごい上品に見えるし、透明感が出る。これもいい。あ、黄色くなる。黄色くなるな。悪くないんですよ。悪くないけど、黄色いからもったいないなって感じ。で、ウィンターの白。あ、これが給食費にならないのはいいな。あ、確かに。みーちゃんすごい給食費だったよね。あのね、ドレスめっちゃ合ってたのに。あー、確かに、真っ白。そっかそっか。じゃあ紫系をいきます。あ、これはいいけどやっぱり物足りないって、全部そうだな。いいけど物足りない。これもすごい上品な感じ。あー、でもやっぱり物
もうちょっと欲しい、何か欲しい、物足りない、くすむ、出るおばあちゃん、シミとかクマとかないのに全然、これでなんか影ができるから、すごい、全然違う、肌にムラもできる感じ、本当は全然そんなことないの。あー、全然違うな、やっぱ肌の透明感が、このオータムからのウィンターにしたけど、全然違う透明感、すごい、すごい、サマーもいけるけど、やっぱり色味によっては物足りなさが出ちゃう、透明感も全然上がるけども、やっぱりなんか引き締まって、もうなんかグッと目に目線がいくのはこっちだな、全然違う。ウィンターでした。シルバーを当てた時の感じ。透明感も出るし、全然綺麗。でさっきもっと青っぽかったですもんね。はい、スプリングさんはちょっと、もうちょっと青っぽくなる。顔色が悪くなる。ならない。ね、でも全然ツヤもあるし、お肌綺麗に見えるし、ゴールドにする。あー、黄色くなっちゃうな、やばい、もったいない、黄ばむ、黄色い、いいなあ、絶対こっちがいい、肌ツヤが違う、違う、ツヤがくすみが一気に払われて、なんかすごいニキビ跡がすごい出てくるそう、それあるんですよ、これは全部を飛ばしてくれるんです、すごい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 これすごいすごいね、すごすぎる、すごいね、2人とも全然違う、真逆だね、ちょっとゴールド乗せてさ、シルバー乗せて、あー、やりますか、やりたいね、全然違う、分かるかな、この歌分かるよね、ちょっと逆に逆にしますか、全然違う、すごい、このちっちゃいカメラ越しでも分かる、顔色が全然違う、すっごい物足りないよね、もっとリップ塗ったらってなるね、血色がちょっと引かれちゃうっていう、すごいすごい、感動、これが全部ウィンターさんの色のドレープ、こんなに色が派手なのに全然負けないから、すごい、あーでも大人っぽくない、なんでこれで肌ツヤがこんなにすごい、すごい、いいなあ、綺麗、これも綺麗、すごい、あーすごい透明感が出る、ちなみに真っ黒だと、これはやっぱり顔が負けない、くすまないし、こんなに黒いのに顔色はよく見える、明るく見えるし、スプリングとウィンターは全然違う、こんなに色味が違う、オレンジがないね、青みが多いですよね、こっちの方が、サマーに似合うって言われてたラベンダー色のチークを使ってたことがあって、じゃあすごいスピンって言われて今日体調悪いって言われたんですよ物足りなかったっていうか、物足りないんでしょうね、色が薄すぎて、ラベンダー系だったかな、サマー当てた時に可愛いけど物足りないなっていうのがあって、やっぱ使うとしたらどっかポイントで別のところを色味をちょっと強めに、リップをちょっと強めにとかでやらないと血色感が足りなくなっちゃうかもですね、はい、終わりました、はい、すごかった、すごかったね、あ、よかったし、本当に感動したし、メイクとか服選びが楽しみになりました、あ、よかったです結果的には私がスプリング、でウィンター、ウィンター、今までねちょっとサマーかなって思ってたけど、ウィンターだった ね真逆ということで、本当にありがとうございました、ありがとうございました、清香さんの YouTube のチャンネルの URL も概要欄に貼ってありますので、ぜひ見てください、いろんな診断系とかためになることばかりなので、はい、勉強させていただきます清香さんのチャンネルでは顔タイプ診断で、萌ちゃんのチャンネルでは骨格診断の動画も上がっているので、
こちらもぜひご覧ください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。